か？皆さんこんにちは。今回の動画では2022年7月22日の神奈川県は秦野市にあります菜の花台展望台からの夜景をお届けしたいと思います。秦野側から菜の花台展望台に向かう道には今の時期ユリの花がちらほら見られました。このシチュエーション最高じゃない？一回ね、やってみたかったんだ。夜景と、じゃんじゃん、持ってきちゃった。ノンアル。これでね、乾杯したいと思います。今週もお疲れ様でした。夜景を見ながらの一杯はたまんないね。おいしい。それからね、おつまみも持ってきたの。じゃんじゃーん、イカ天と海苔天。ちょっと開けてみようか。やっと開封。イカ天、海苔天、どっち出てくるかな？せーの、じゃん、イカ天。イエーイ。おいしい。次は次はじゃん、のり天。おいしい。あー、もうこの組み合わせ最高。綺麗な夜景に好きな飲み物におつまみ、疲れが吹っ飛ぶわ。標高570メートルの高さから秦野や湘南を一望することができます。この先に菜の花台展望台っていうところがあるから行ってみたいと思います。昼間の様子は以前にも動画で私の動画でお伝えしたことがあって、私のお散歩6の動画を見ていただければと思います。説明欄に貼り付けておきます。電車とバスで来ることもできるんだけども、本数が少ないのと、交通費も結構かかってしまうので、私は車で来るのがおすすめです。はい、それでは着きました、菜の花台展望台。降り口と上り口があるので登るときは注意です。携帯のライトがあるからいいやと思って懐中電灯持っていかなかったんだけど、懐中電灯は持ってた方がいいよ。菜の花台展望台のてっぺんから見る夜景はどんなかな？おー、菜の花台展望台は夜景だけじゃなくて夜空もバッチリ。満天の星空に女一人うっとりしました。さあ、来週も頑張ろう。皆様も熱中症対策、感染症対策忘れないようお過ごしください。休むってことも大事。やらなきゃいけないことがたくさんあるときは、自分が疲れていることにも気づかないで休むことも忘れがち。でも休んでパワーがチャージされたからこそ出てくるアイディアや
湧き出てくる力もあると思う。だからこそあなたには無理しすぎない程度に過ごしてほしいな。このチャンネルを気に入っていただけた方はプリンとお散歩のチャンネル登録をお願いします。まずチャンネル登録というところをタップ、登録済みとなれば大成功。次に横のベルをタップ、すべてをタップ、新しい動画が出るとすぐにチェックすることができます。気に入っていただけた動画にはいいねのグッドマークをタップ、高評価をお願いします。